今日のお店はオルタナ食堂。一人なんですけど、なんか外国みたい。お二人でされてるんですか？はい、そうです。夫婦でしております。ソムリエの資格を持つ米山さん夫婦が営むオルタナ食堂。型にとらわれないフリースタイルな料理が人気。今夜のアラカルトは。おすすめはありますか？鹿児島オーエックス豚、肩ロースのグリルです。はい。オーエックスって何ですか？鹿児島の宮之城で作ってる豚で、とっても甘いので。甘いんですか？はい。甘みが特徴のオーエックス豚をじっくり焼いて、さらに素材の旨味を引き出すためにオーブンでじっくり火を入れます。仕上げにリンゴジャムやわさびを合わせたソースを添えて。お待たせしました。オーエックス豚の肩ロースグリルですね。美味しそう。柔らかい。ありがとうございます。お肉甘いですね。そうなんです。噛めば噛むほど甘い。はい。うわ、甘いお肉にこの。ちょっとね、鼻を通るわさびがまた。そうですね。美味しいですね。それでちょっと味を締めてます。そして油がしつこくないんですよ。じっくり焼き上げられた感じが見てもわかるし、食べてもわかる。ありがとうございます。お肉料理はですね、お時間いただくんですけど、その代わり最高な状態でお出しするようにしてます。待ちます。ありがとうございます。さらに肉を美味しくさせる。フランスを代表する白ワインサンセールを。美味しい。美味しいですね。スーって喉に入ってくる。ほんのりリンゴっぽい。はい。いろいろなフルーツに例えられることが多くて。まあ焼きりんごの香りだよねとか、りんごというところが共通点があるので、そうですね、そうですね、はい。とワインの綺麗な酸があるので、わさびだったりライムにつなげてます。こんなにこう美味しい組み合わせをいただけるなら、何時間でも待ちます。そこまでは待たせません。